これだけ。手を使うんですよ。手を使うんですよ。大体その手首の幅っていう部分を大体イメージして作ってるんで、これを握ってやるんですね。で、こうやって手が中に入って、要するに力が入るわけいいよ。まあ、これを使って、先ほど通常のあの腕立てとしても、やるから、これも大体可能です。これも可能です。で、この足を広げて、この我々がやるプロデューも持ち上げます。これも基本的には持ち上げば大体、まあ、自分の今度は体の胸とか肩とか、その今度は何て言うのかな。強度を強くするとき、使える部分では幅を広げてやるのもいいんだけど、大体まあ肩幅が大体の基本でね。で、今度はずっと後ろにこう、上げたときに胸を一回下げる、胸をこすりながら、上に上がる、でこのとき天井を見てもらう、腰を今度は中に、下に押し入れるような感じで、で、ぐっと上がる。この運動は、まあ、体操っていうのは、大体動物の動きをまず真似てできてるのが体操なんですね。これは要するに猫、猫系の、まあ、動物の色もそうなんだけど、要するに寝た時に大きい時にこう伸びをするんですよね。それがまあこのプッシュアップのこの老人のこのプッシュアップの基本みたいなのになってるんですね。ただこれがないと、ベタでやるとね、さっきの反る時の、要するに反り具合が、要するに甘くなっちゃうんですね。これがあることによって、ぐーんと腰が中に、背中もこう上にこう伸びやすいし、うん、背筋と腹筋とか、それもこれがあることによって、もっと自分の負荷をかけやすくなるっていう、うん、足をちょっとこうつぼめます。で、今度は肩つぼめます。伸びてる感じにつぶらせる、うん、で今度は肩を肩のバランスを取りながら肩を両肩を入れていく。またこれは、うん、ちょっと今見てるとちょっとだんだん変形してくるから運動もだんだん高度っていうか難しくなっていくんだけど、これも器具を使わないとこうなっちゃうんです。これさっきのそれ別に器具がなくてもこうやってできるんです。できるんだけど、ちょっと力の入り具合が多分ちょっと違うと思うんだよね。やっぱあの器具があるとぐっともう一押し、うん、体の反りとか入れ具合が力の加え方がね、うん、深くなってね。でさっきのピッてやつ、まあ、今日はね、本当にプロの基本的な運動のもうおさわり程度ね、最初は基本的なことなんだけど、まあ、これも、まあ、一般の方が、まあ、親子でできるような感じのものにかいつまんじゃなくてやってますけどね。さっきのゆっくりやってみて、もうこれもこれをやるときはあんまり体をまっすぐ伸ばしちゃうと力が入り具合が変わってくるので、ちょっとこう前腰をちょっとそう伸びる、ただあまりお尻を上に突き上げないし、これで肩をこう入れてくる、前に下ろして肩入れる、前に下ろして肩入れる、ゆっくりゆっくり肩入れる。40型とかね、50型とかなっちゃうんで、これをやってるとね、要するに内転筋、要するにインナーマッスルとか、まあ、そういう中の筋までうまく伸ばしてストレッチしたりとか、ちょっとうまく鍛えられる。これやってると、非常にこう肩がスムーズに、うん、なんか後ろの方、はい、後ろの骨がね、肩甲骨が出るんだけど、肩甲骨ってなかなか運動してないんですよ。肩甲骨が
見えなくなっちゃう。肩甲骨をうまく大きく動かすようにやるのが本来の運動の、ね、うん、基本なんです。はい、それをだから少しずつ、はい、今もう一回ゆっくりやります。まあ、このやる数はもうその人に合わせた数だから5セット、あの1回5回を1セットするとかね、とにかく慌てなくてゆっくり自分のいける範囲まで、膝はつかない、肩と手と足のこううまくバランスを取りながら、 OK、 こんな感じです。で、自分で今度はこれも、これは今度はバランスをものすごく要します。これも、まあ、一般、まあ、普通これは、じゃあこれはできる人は真似て、だんだん慣れてくるとできるようになるんで、だこれを、一歩ずつ一歩の足、片一歩の足を反対側に、軸になっている足を越えて反対側につきます。あるいは、体をこうよじるような感じ。ゆっくりやります。こんな感じ。ゆっくり上、高く、足を高く上げて、越えるときに。そうそうそう。つかなくていいから、つかなくていいから、はい、よーい、はい、もう一回で、ここです、この、なんていうんだろう、筋、筋肉じゃなかなかね、普段なかなかこの筋肉をこう、感じることってなかなか運動なんかないんですよね。なんか転ぶ時とか、ぶつかった時しかこの時の筋肉を、痛みっていうのを感じることはないと思うんだけど、運動でこの、なんていうか、こうビリビリ感みたいなのを筋っていうか、これを感じる、うん、運動っていうのは非常に多分、何かの時にこの筋肉が役立つと思います。はい、一番大きな筋肉と同時に今度はつま先を広げることによってだんだん角度をこう変えていくことによって、これ筋肉のね、自分で多分感じると思うんです。はい、使って、はい、動かしたら、あ、今どこの筋肉は動いて使ってるかなっていう、だそれだからまんべんなくこの筋肉の後ろのこのハムストリングから前の大きな筋肉を全部使ってる、はい、少しずつ前を例えば5回やったら今度は足を広げて5回やる、今度はこれつもめて5回やる、はい、だから筋肉は全部まんべんなくゆっくりやるよ、ね、そう、よくこれも自分のバランスを取れるながら、なるべく開くだけ開いた方が筋肉を使う、あれは使う箇所が、はい、大きく分かれてる、はい、ね、この内側下からこれも一応このバランスがね、これが大変、大きく大変なので、でも違うでしょ、はい、トン、トン、ソロ、上がる、上にジャンプ戻る、そう、でこれが1回です。はい、工程からしてよく、非常にこう、動きがね、ちょっと派手なんだけど、これも本当に全部、腹筋、背筋から、なんていうんだろうな、まあ、大体もう、体の総合的、時間がない時なんか、なんかもう最高です。うん、もう家の、うん、広さ、畳1枚あれば十分じゃないかな。はい、うん、これは、割と動きがあるから。これは今度は自分で慣れてくると、はい、手の角度、今度は足を投げ出す広い、はい、幅とか、はい、この長さとか、はい、これも自分で調子ながら、ちょっとこれ短い方がちょっと自分には。